はい、皆さんこんにちは。コジロゲームズのトッケイジーです。今日もファイナルファンタジー2000のエボクラクロレープ動画作っていくということで、本日やるのはですね、まあ恒例の得意バトルタワー、吹き荒れる渦とイリュールンジュリーノーマルの方、続きですね。さあ今日95回残すところあと5回となりました。で、本日ね、勝てばこちらのね、風の癖の武器交換点がね、もらえるんで、ボーナスしっかり倒してね、アイテムもらいましょう。はい。で、95回はガロンバレルアッケーナということで、で、最近もね、異形の蹂躙魔王の方でね、アッケーナ戦いましたんで、まあ、即類化は格下になるんで、まあ、そんなに強くないのかなっていうことで、はい。まあ、一応ね、編成は作っておきました。はい。今回行くのはこちらですね。エアリス、クラウド、セフィロスの3人で行きます。で、一応まあ、組んでみたんだけど、今回ちょっとね、がっちり組んでみました。けどね、まあ、オーソドックスな組み方ですね。で、メインアタッカーはクラウドですね。こちら火の一筆使います。空切り筆ですね。炎の、まあ、物理攻撃でいきます。で、2本目にはバハムート体験を持たして、まあ、ヘイストかけてね、ちょっと、ね、まだいっていこうかなという感じです。で、あとイフリート持たせていきます。ここの今、イフリートじゃなくてもいいかなと思ったんですけど、まあ、チャージスピードの速いクライムハザードとかで、まあ、なんだろう。キャンセル、アケアの攻撃をキャンセルさせて遅延させようかなと思ったんだけど、まあ、そこまで強くないと思うし、まあ、イフリートわざわざ使わなくてもいけるんじゃないのかなと思うんだけど、まあまあ、ちょっとオーソドックスにね、まあ、炎が弱点っていうことなので、イフリート持たせます。で、炎の威力の上がる衣装を大きさせてます。ここでバハムートの衣装でも、まあ、全体の物理攻撃力とか上がっていいんだけど、まあ、単純に炎属性を上げたいなと、今回はね、まあ、そういった編成でいこうと思ったんで、この火の衣装を着させてます。サブストーリーには炎威力が上がるものをつけてます。例えばユフィのブーメランなんかは物理攻撃力も上がるし、炎属性威力も上がる。で、ティファのレザーグローブは物理防御力アップと雷属性耐性アップ。ね。で、一人に一個ずつは雷耐性持たせてます。で、最後、グレンのクルーダッシュも HT アップと炎属性威力アップがついているので、これを持たせてます。で、HT がちょっと1万割っちゃったので、ちょっと1万乗せたいなと思ったんで、今回このグレンのクルーダッシュ持たせます。ライザービーキーで見ると物理攻撃力アップは、まあ、カンストのレベル7までいってます。で、ウェアの 35% ですね。炎属性アビリティプラス 35%。で、炎属性威力はレベル8まで上げてます。プラス 100% ね。ここもレベル10の 120% までいけるんで、まあ、ここを優先していけば火力は通るじゃないのかなと思います。はい。で、あとはまあ、物理アビリティ力とか、まあ、物語アップ、それから雷耐性アップはレベル3ですね。あと、味方全体のね、物理攻撃力アップや魔法防御力アップみたいな感じで、ちょっと補正値上げてます。はい、次はセフィロスです。セフィロスはですね、まあ、炎属性の攻撃は、まあ、ファイラブローでいきます。ファイラブローで叩いていきます。その代わり、このね、天候灯を持たせて、炎属性耐性を大ダウンさせます。これでね、炎がより通りやすくなるなと思うので、今回は天候灯を持たせて、2本目の武器にフレアスターですね。一応、魔法とぶっ壊を下げるっていうことをね、してもらいましょう。一応、強力な攻撃をしてくるっていうことなので、魔法とぶっ壊を下げていきます。クリムゾンフレアでね、イフリートの前に当てます。衣装は炎属性の威力の上がる衣装って感じですね。あと、バツサインがいるので、バツ一つ持たせてます。はい、バツですね。はい。今日こんな感じです。で、サブソーにも、雷属性耐性アップや、これはザックスのクリスタルソードですね。攻撃力アップと、炎属性威力アップ。で、最後はレッドのレイジカラー。こちらも攻撃力アップと、炎属性威力アップということで、ライズアビリティ見て、炎属性の極意、衣装ですね。で、それから物理攻撃力が7。で、炎属性威力もレベル7ですね。で、雷属性耐性はレベル3という感じです。で最後、エアリスですが、エアリスも攻撃に参加させます。なので、1本目はね、X テッキのヘリカルフレーム、炎で攻撃入れます。で、あと、回復なんですが、今回はですね、まあ、フェアリーテールとかを持たせないで、この X テッキ、シャルアルイティ3つ目に全体回復のアビリティがあるので、ここにね、ケアルラ持たせて、まあ、これで回復しようかなと。多分、何やるんじゃないのかなと思ってます。で、2本目にミスリルロッドで、まあ、セービンググレースを使ってですね、味方の、物理防御力と魔法防御力をチューアップですね。これは大進化してもチューアップまでしかいかないんだけど、
はい。まあ、2段階でもちょっと上げようかなという感じです。で、ウェアはこの威力のあるウェア。で、リット技は第一の威力ですね。はい。こちらはもう魔防ダウンと絶防ダウンのね、解除できるんで、しかも回復ですね。はい。で、一応バツサインがいるので、1個ガツも持たせてます。で、ケアルガですね。で、その装備は注力の上がるものや雷属性耐性アップですね。はい。まあ、ステータス的には戦力12万7594。HP はね、1万以上にちょっとしておいて、まあ、治癒力をちょっと上げといて、まあ、魔防もちょっと上げてるかなって感じですね。まあ、仏防がね、ちょっと心もとないかなと思うんですが、大丈夫でしょう。で、クラウドは戦力20万6242。で、HP1 万ちょっとですね。グッコ6匹02。で、まあ、仏防260の魔防148ですね。まあ、雷属性耐性1個つけてるので、まあ、これで耐えられたらなってとこです。あと、セフィロスは戦力12万12、06、HP も1万ちょっとですね。まあ、グッコー5069で、まあ、ファイラーブローでいきます。で、魔防は142、まあ、仏防も118とちょっと低いんですが、まあ、そんなに難しくないんじゃないのかなと思ってますので、はい。これでさっさとね、風武器交換点、奪いに行ってみましょう。さあ、ガロンバロイルアッケナです。まあ、いつも通りね、オートで、それから通常速度で見ていきます。で、あと、リミット技それから、アルティメット技その辺はもう、今回、オートはオフにしてですね。まあ、手動で出していこうかなと思ってます。ガロンバルール、ハケラ、しょっぱな攻撃してきたから、これはあれか、初撃は、ディフェンスサイドに切り替えて、守っていった方がいいパターンのやつかな。さあ、戦い見ていきましょう。仏防が3段階下げられてるので、エアリスの、セービンググレースが間に合わないか、回復の方に手を取られたんで、これ将来連携いちゃうかもしれないね、もしかしたら。どれぐらい来るんだよ。でもまあ、4000万、5000手前ぐらいだから、エアリスの回復と、まあ、セービンググレースを1回ぐらい入れて、まあ、セービンググレースあと1回でも入れてくれたらいいかなと思うんだけど、なかなか、やってくれないですね。さあ、バツサインは一応クラウドと、セフィロスがブーストを持っているので、間に合うんじゃないのかなと思ってますが、今、セフィロスとクラウドは危なかったですね。死にかけてましたね。サイン消し中も攻撃してくるパターンですか。サインタラプト取れました。まあ、なんだけなしに、ここでブレイバーでも使いましょうか。あ、ちょっと待って、第一の息吹使って解除したかったのに、終わっちゃったよ。ねえ、ユフリート、もう確か溜まったんじゃない今、違ったって。使えなかったんだけどな。なんか中盤結構強かって、あ、ちょっともしかしたらやばいかもしんねえ。エアリスがうまいこと、ね、魔防アップとかやってくれないなと思ったんだけど、インタラプト取った後が早かったですね。うん。なんか確認する前に終わってしまったということなので、まあ編成で、まああんな感じでちょっとね、まあもう少し魔防と回復さえしっかりと動けるようなね、編成にしておけば、もうちょっと安全にいけたのかなと。ちょっとヒヤヒヤするところが2箇所ぐらいありましたね。インタラプト中も攻撃してきたんで、うん、その辺がちょっと一瞬やばいなっていうのと、まあその前に、うん。なかなか物理防御力3段階ぐらい下げられたままの状態だったからね。うん。で、雷の攻撃食らった時に、まあ5000手前ぐらいまで食らっちゃってたんで、あの辺がちょっとね、うん、ごたごたしたかなっていう感じでしたね。はい。ということで、まあ95回、ガロンバロイルアケナ攻略完了です。よければ参考にしてください。はい。まあまあ、この調整で昨日100回までいけるかなと思うんだけどね。うん、さあ、明日は96回は風だ弱点。石型がいる。もしかしたらまたあの、かぼちゃ？あ、フムス。なるほど。フムスか。いや、バレットとセフィロスとエアリスのあのパターンでいく？まあ、それもね、また考えて編成作っておきましょうということで、まあ、今回は95回攻略してみました。で、では、チャレンジしてみてください。はい。ということで、今回の動画はね、これで終わっておきましょう。
最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった、参考になったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、KG でした。